ちは、森です。カメラマン山ちゃんです。イエーイ。まあ本日も品川駅近くにあります、はい、西武ファストスポーツフィールド品川ゴルフさんにお邪魔してまして、森ちゃんのレッスン動画を始めたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあお願いします。何も聞いてないし、どういうこと？いやいやいや、そんなことない、そんなことない。すごいことをこれからお話ししてくださるんで、何何交互期待です。ちょっと待って、お願いします。何生徒さんで、あ、ほら、あの、はい、すごい上達した方がいるって。スコア始めた時はいくつぐらいでしたっけ？120、まあ、調子悪いと120叩いちゃってみたいな。その時はゴルフ歴はどのぐらいだった生徒さんですか？その時は3、4年かな。はい、そうか。あ、まだ生徒になる前だよね。3、4年ぐらいで。あ、そうです、そうです、そうです、うん、で、森ちゃんが1年間レッスンしたら、なんと80代がやばくないですか？120から80代ですよ。これ知りたいと思うんですよね。なんかあれですか、特殊なこうスパルタ教育みたいなのされたとか、そんな感じですか？スパルタではないかな。ただその固定概念みたいなのがちょっと強い方だったんで、それをこう解除していったっていう感じですかね。まあすごいあの探求心がある方だったんで、 YouTube とか、まあ、テレビもそうだし、雑誌とかでこうよく勉強してる人だったんですよ。で、知識があまりにも多すぎて、いろんなことをこういろんなことで固められちゃってるみたいな。ちょっとやってみて。だってその人はそういう感じ、まあ、はい、はい、構いました。はい、心の中、その人の心の中、なんかスタンスは肩幅ぐらいで平行にして、で三角形を作って、でちょっと左手はフックの右手を指がちょっと左でみたいな。本当に？マジで本当そうなんですよ。何考えて言ってるか、あの細かく、あの考えてること本当に口に出して言ってみたいな。言ったら打つまでになんか時間かかりすぎちゃって、何この人みたいな感じ。大体とかっていうのができない。あ、じゃあ多分教えても抵抗するよね。するだよね。そう、で僕もその節あるもん。え、でもその場合はこうってなんかこの前聞いた気がするし、そう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 、こういう時はこうなそうだとこっちこうなっちゃいませんみたいな。そうそう、いや多分そ、本当そうなりますよ。分かる分かる、気持ちはすげえわ。でもここを直すとなんかこういうとこにも作用してくるよとか、なんかそういうその点と点ばっかだったんで、それをこう線にしてつなげていった。それが知りたい。それが知りたい。もう結論ズバリ言っちゃいましょうよ。何さしたんですか？ズバリ遊ばせました。意味わかんない。遊ばせた。点と点がたくさんある人に、線につなげるために、遊ばせた。遊ばせた。それで80代。遊ばせた。これがねゴルフなんですよね。これがゴルフのよくわかんないところ。ちょっとじゃあ具体的にどういうことを、はい、その遊ばせたでもどういうことをやってもらったとか、あのやらしたとかっていうのをちょっとお願いします。どういうこと？あ、多いのはよくやったのはでもアプローチでよく遊ばせました。まあ、よくあるのがとか、その人の話だけど、なんかオープンスタンスにしてボールを右に置いて、なんかフェースを開いてハンドファーストにして。で体重はちょっと左にかけて、そのまま体を回してこのハンドファーストの形を維持したまま振っていくみたいな。ハンドファーストの形を維持するとか言っときながら、ボーラーを言うとしてこうダフったりとかするの。本当、いや分かる、すげえ分かる、すげえ分かる。それでどんどんぐるぐる、あのね、あれ何が違うんだろうって、また新しい情報をゲットするんですよ。そうなの、自分できてると思ってるから、もうすごい意識してるから、じゃなくて、だからその絶対ハンドファーストとか絶対あるじゃないですか。アプローチだったらハンドファーストにして打ちましょう、じゃなくてあえてハンドレートで打たせるとか、逆にすごいクローズにさせて打たせるとか、あえてね、すごいクローズにして打ってみます、ク
クローズにしてボールを例えばすごい右に置いて打ってみます。逆にすごい逆のことね。あ、逆、本当に逆のことをやらせて、でも体はうまく調整して当ててくれるよみたいな感じなのかとか、あとはそのゴルフっていろんなシチュエーションがあるじゃないですか、うん、だから1個の攻め方だとやっぱどうしてもこう合わない部分は出てくるんで、まあ、そういうふうにいろんなのを体験させて、あ、こういう打ち方するとこういう球が出るんだみたいなのをなんとなく体に覚えさせるみたいな。でその人転がすアプローチしかしないから、うんうんうん、まあ、それそうですね、右に置いて、でもそれでもボールを上げようとかして、さっきみたいにダフったりとかする場合もあり、なんかちょっとこうチグハグしてる感じだったかな、うん、いろんなのを経験させた、うんうんうん、すごい足広くして打たしてみたいとかね、なんか絶対やんないじゃないですかアプローチで、すごい足広げてなんかすごいこう腰落としたまま打たせてみますとか、逆によく体をアプローチでも体をしっかり回して打ちましょうとかって言うけど、あえて手も動かさないで手首だけで打たせるとか、確かにそうするとあれだね、脳と体の使い方がなんかリンクするような気がする。そう なんていうのか、その情報で固まりすぎていろいろこう体も動きも固くなるじゃん。そう、スムーズさが、そうそうそう、欠けちゃって、うん、柔軟ななんか対応ができるような感じがする。そう、いろいろやらせたな。すごいフェースをかぶせた状態で打たせてみたりとか、すごい開いて打たせてみることもあったし、あ、やだ、しゃくしゃった。じゃそれでなんかちょっと忘れさせるに近いのか、なんかリセットする、リセットするって感じか。なんかそのそれまで打ってた打ち方が正解、それ以外は不正解って思ってたんですよ、その人は。あ、もう100点しかなかったみたいな。そう で、まあ、100点出ないからハマるみたいな。そう、あ、そうです、そうです、そうです、うん、でどれも正解なんだよっていうのをこう体感させたくて、まあね、確かにね、とにかくいろんなとこいろんなクラブで、そうだよね、やってました。120のスコアの人なのに100点満点のものを求めてたってことだもんね、簡単に言っちゃうとね。そうそれは大変だわね。そうそう、100点じゃないんだから、なんか何やってもよくないって逆にっていう。今しか失敗できないし、確かに確かに、なんか分かる気がする、それは。今自分も上手くなってきたっていうのは若干それに近いところがあって、あ、そうそうそう、なんか言葉難しくてアバウトにやれるようになったみたいな。あ、なるほど、こんな感じかなとか。まあ僕はまだ80代は全然いってないんだけど、うん、マリオでしかね出た、ちょっとその話を詳しくそうそう、イエス89を出した時があって、あ、じゃあベストが89だ。あ、そうです、レギュラーって言って、はいはい、一応出ててんですけど、ハロウィンのコスプレイベントみたいなゴルフ場でやってるとこがあって、うんうん、それでマリオになって、マリオをつってスーパーショットが出て89っていうのが、でもキャリーさんがついてたんで結構キャリーさんの影響はでかかったのかなと思うんだけど、そう、マリオの衣装を着るとスーパーマンになっちゃうのとちょっと近いのかもしれないんだけどそれしかなくて、一般の山ちゃんはナイスまだナイスないらしいです。そうだからある程度でも今もなんか聞いててアバウトにやると体がそんなにこうなんていうのギクシャクしないから、うん、そうそうそう、アバウトのところには落ちるんだけど100点にはならないんだけど、うん、悪いい感じになるんだよね、うん、結果、うんうんうん、で結構いい感じに来てて、じゃあやっぱぶつかれば80代かなみたいなところで、まあ、そこはどんな感じだったの。まあ私もそうだし、あとはその私の友達とかの、まあ、プロがいっぱいいるわけじゃないですか。そのプロの中に一人だけ混じらせてラウンドをした。それは普通のゴルフ場もそうだけど、ショートコースをとにかく回ってました。普通のゴルフ場で回るんじゃなくて、ショートコースでプロ3人にその人が一人入ってもうひたすら回るとあれなんですよ。だからそうやってこういろいろ考えちゃう人だから、まあ、プロって、まあ、特にショートコースだし、まあ、あんまりボギーは絶対出ない、うん、なんなら、まあ、外したってショット一番最初ショット外したって、まあ、大体寄せて OK パッドだと考えてる時間がないですよ。もうみんなパパパって終わっちゃうから。あ、まあプロ練習早いわ確かに、うんうんうん、その速さ、リズム、スピード感の中で回る。あ、そっか、置いてかれればね、考えてたら。そう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 、
ちょっと大事なこと1個か多分多くて 2個だったと思う、まあ、もはや考えられないかもね、プロともあったらね、そのリズムについていくのにもう必死でみたいな。確かに確かに。だから逆にそれで硬さは抜けたって感じです。いろいろ考えてる間にガチャガチャガチャになってくるわけじゃないですか、うん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 、それがもう行ってすぐ打たないとってなるから、そう、そうだね。しかも何ショートコースとか何周かするからどんどん良くなるよね多分ね。そうですそうです、そうです、ね、そんなイメージがある。あ、それであれか、あんま考えなくても意外に結果になるんじゃんみたいな、なんかポジティブになるみたいな体感で、そうです。頭じゃなくて、そう、考えるな感じるじゃないですけど頭、考えるんじゃなくて、その感覚的にこうやるゴルフがなかったから、全部頭でこう整理してやろうとしてた人だから、感覚をそれで養ってったって感じ。適当じゃなくて、なんて言ったらいいかな、難しいかも、うん、そうだよね、分かる。なんか、まあ、大人になってからのゴルフってやっぱどうしても理論というか、ちょっと頭から入る、ちょジュニアからやってる子って感覚じゃん、はいはい、そっち側のちょっとエッセンスを少し入れたみたいな感じ、ね、そうです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 。特にアプローチとパターンなんてほぼ感覚なんで、あれはそれで、あ、こんなに考えてやることないんだみたいなのがだんだん頻度を増すごとに理解してもらえてっていう感じかな。確かにね。だからそれからいくと、まあ、今その伸び悩んでる人、その、はい、ずっとやっててもレッスンも行きました、いっぱい勉強、はい、YouTube とかも見てます、なかなか110とか120とか、はい、100の壁が高いですっていう人で、はい、まあ、ちょっときついなって思ってる人にやってもらえたら、やっぱその辺のあれだよね、情報過多になってるところをちょっと外してほしいなってところで、うん、どんなのがあるかな、まず取り入れられることって、うん、正解はないっていうマインドで練習する感じかな、まずは、うん、一人で練習するの。なんかそう、あれなのかな、なんかさ、細かいルーチンになっちゃうじゃん、まあ、すごいわかるからさ、うんうんうん、まさにそこにまだいると思うし、はいはいはい、だそれを抜いて、例えばなんか100ヤード打つってなるとチェック項目が超いっぱいあると思う、はいはい、だそれ一回なくして、方向を確認してから10秒以内に打つか、もうルールでやってってあげると、あ、そっか、確認事項がそもそもが長いから、ね、そうそっか、あ、そっか、プロの形と同じぐらいの長さで打つって、あ、そうそっか、そうだね、結果それだもんね。そうですそうです。コースはもうとにかくもうプレーファーストって感じなのかな、なんかそれが一番、ね、うん、一番分かりやすい言葉かもしれないよね、うん、そうですそうですそうですっていうところかな。 だからそのインターバルは全然考えててもいいと思うんですよ、うんうん、打つ時に考えることに、まあ、問題って言っちゃあれですけど、うん、あのティーイングエリアに入ったら考えないぐらいだから、そこまでに全部整理しとけよって話かな。そうしかなくなる、多分10秒以内とかってルールを設ければ。ただ周りに上手い人とかがいれば、やっぱそういう中に混じってやるのが一番いいかなっていう。取りました。ちょっと最後にさ、その凝り固まっちゃった人のショット前の長さとこのぐらいの速さだよっていう見本をちょっとショット前ね、まあ、入るところがいきましょう。入りました。入るところは、はい、入りました。で、多分ガチな素振りをね、2回、3回する超覚えてんじゃんで2回やったと思って方向確認しに来ましたって、ここでも1回やるの、またでクラブ当たっちゃうからやんないけど、超オーラ出てんじゃないですか。方向確認します、はい、でフェースを合わせました。合わせたらここでなんかボートの確認とか、やっぱボールもうちょっとこっちだとか、そうそう、ね、本当に合ってるのかどうかね、こうなってる間に向きがまたどんどん変わってきちゃう先方向確認したの、はい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 、で三角形だよし、でまっすぐ引きます、まっすぐ引くよよしよしよし、でまっすぐ引いてあーみたいなえ、まあ、リアルにそういう長さなんですよ。はい、じゃあちょっとお願いします。もうそもそも素振りここでやんないの。ここ見て一回ボーンで振って確認しましたね。合わせます。はい、また打ちます。っていう、はい。だね。全然違うから。もう見てる方もね、なんか早くしなよって雰囲気がね出ちゃうから。でも遅いね人って。ね、一緒に回りたがられない場合もやっぱあるんで。速さが一番大事。走るとは言わないけども、うん。でも直し方としてはそういう感じ。
ありがとうございますそういやちょっとね、何のこの企画がレッスンいいかなってなった時に、うん、そう劇的に伸びた人いるって言ったらそうこんなのって言って、なんかスイングとかじゃないんだけど、でもなんかこうきっかけになればなって、うん、そう思って、うん、確かに僕もそう当てはまるところはあって、そうちょうどなんかそのあなんか言われてみればみたいな参考になればまあちょっとトーク中心でなんかそうですね、うん、うんっていうあれもあったかもしれないですけど、でもそう情報がこう多い方とかな、もしかしたら自分かなみたいな人は、うん、ちょっと一回あの参考にしてもらえたら嬉しいなって思います、うん、試してみてください、はい、じゃあそんな感じで今回の動画は終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。